どうも、辛坊の旅予告編シリーズ鶏の丸焼き作りパート2でございます。この間たくさんお問い合わせをいただきましてですね、手元の黒い四角いものは何だと、マイクかというような話があったんですが、マイクではございません。これはですね、カメラのモニターでサイズをこう一人でやってますから、ここで見ながら確認してるという、そういうもので、別に手元にいらないんでこっち置きます。鶏の丸焼き作りパート2！わー！恐縮です。なんとなく YouTuber っぽくやってみました。すいません。さあ、この間漬け込んだ鶏なんですけども、3日漬けると申し上げましたけど、実はまだ48時間、2日しか経ってません。なぜ48時間かというと、明日忙しくて、そんなことしてられなくて、今日しか暇がない。で、本来3日漬け込む予定のものが2日しか漬け込んでませんから、食べた時に、もう一つ聞いてねえなしようがっていう時には、やっぱりあと1日必要だと、いやこれで十分だということならば、2日漬け込みで大丈夫だということになりますから、今日はまあ2日の漬け込みでもうとにかくやってみようと、そういうことになっております。丸2日間漬け込んだ鶏がこちらです。見かけはあんまり変わってませんね。これをまあジップロックを開けて中から取り出します。どんな状況になってるんでしょうか。えいっ、ああ、うわ、ああ、普通はこういうのは流しでやりますけども、一応皆さんにご覧いただくためにですね、リアルに、ああ、ちゃんと解凍できてます。内臓部分のところが空洞になってますからね、そこに、よいしょ、はい、こんな感じです。はい、ここで一旦水洗いをします。なぜ水洗いをするかというと、まあ、若干の塩抜きをするのと、まあ、外国産の鶏なんでね、内臓等がうまく処理できてない可能性もありますから、中をここをもう一遍、この中掃除するということがありますんで、一遍ここで水洗いをいたします。それでは失礼。よいしょ、よいしょ、よいしょ。テーブル、よいしょ。水洗い終了。はい、そうですね、やっぱり前に返した国産の鶏に比べるとだいぶちっちゃいです。さすがにやっぱり2000も3000もするやつはそこそこ大きいですが、ここに何詰めてもいいんですけど、私はですね、にんにく、じゃがいも、こういうふうに、うさいなあ。あんまり詰めすぎるとですね、問題がいろいろ起きるんですよ。何が問題かというとですね、何せ釜の大きさが限られてますから、あんまりたくさん詰め込むと高さが入らなくなるんで、今日はこのぐらいでもうちょっといけるかな。意外と入らないもんですね、これはね。はい。にんにく、じゃがいも、まあ余ったものは、あとは炉の周辺に配置をして、食べると、そういうことになってます。はい、で、ここは爪楊枝で止めると、以上。OK。はい、OK です。さて、ここからなんですけど、形を維持するのに、縛ります。まあ、いろんな縛り方がありますけどもね、まあ、一般的な縛り方でいうと、こうひっくり返してですね、裏側からこう糸を通して、はい、よいしょ、まあ、こんな感じで、はい、とにかく型崩れしないというのが大切ですから、まあ、縛り方もいろいろありますけど、そんなに神経質にならなくてもいいでしょう。で、もう一つ足ですね。足も、よいしょと。こんな感じ。はい。何？普通鳥の足は鳥の足だけこうやって爪で何が？どういうこと？よう、あ、ちゃんと出てる、こうやっやってて、るよ。クロスしなくていいんだよ。クロスするときもあるし、クロスしないときもあるし。縛られてる。
いやいや、体重も縛ってるんですよ。2段で縛るんです。さあ、アルミホイルを敷いてその上に鳥を乗っけます。いやいや、小ぶりなんでちょうどいい感じですね。はい、余った、まあ、芋とかですね、人参は余らしてもしょうがない。あの、焼いてる間に鶏の脂が出てきますから、まあ、周りに置いておくだけでいい感じになります。ついでに、まあ、匂い付けにハーブなんかも入れてみましょう。すごいな、匂い付けなんかうちは便利です。言ったらハーブが出てきました。よいしょ、ローズマリーをね、あの、よいしょ、ほら、いい感じだわ。はい、はい、こんな感じです。こんな感じです。基本的にアルミホイルしとかないと黒焦げになることがありますから。で、最後ここはあの、焦がすんですけど、最後焦がすときにだけちょっとアルミホイルを開きます。だから上でちょうど閉じられるようにしとくと、最後にですね、途中でピッと開くと、中をちょうどいい感じに焼けると。で、ここで大切なのが、よいしょ、水分をなんとなく取ってですね、本当はハケで塗った方がいいんですけど、ハケがないのでもうそのまま、面倒くさいから、はい、よいしょ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 と、よいしょと、はい、これをこう、なんとなく塗り広げる。はい、はい、はい、こうするとあの、いい感じの最後照りが出ますから。はい、はい、はい、お化粧しましょうね。はい、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 出来上がりー。よいしょ、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 よいしょ。あとは焼くだけです。用意してたら食事の扱いへんだって。ああ、そしてこの汚いやつは見せないように、あの、サンプルクッキングでも全部パッて払いはんねんで、ピュッてのけはんねんで、この汚いやつはいつまでも画面に映してたらあかん。さよなら。